霞桜エッジオーバー2001コン1912はバラカ桜属の桜。日本に自生する10もしくは11種ある桜属の基本野生種の一つ。名前は遠くから見た様子が霞のように見えることに由来する。花柄に短い毛が生えているために毛山桜とも呼ばれる。樹高は20メートルを超える高木、樹形は坂月城。 一重咲きで、チューリンの花を咲かせ花びらの色は白色。花は山桜に似るが、大きさが、やや小さく白色でわずかに紅を帯びる個体もある。花弁は、先端が切れ込み融水は40本。葉は、卵型で切部が、若干細くリ面は光沢を帯び、葉と傭兵に毛が多くある。山桜と同じく花と葉が、同時に展開するが、葉が赤くならず、 新緑色になることが相違する。日本の桜の中では、比較的乾燥に強く、土壌の乏しい岩石地のような場所でも生育しやすい。夏季が遅く、東京の夏季は4月下旬で、標高の高い地域や東北地方では5月上旬。山桜より夏季が1週間から2週間遅いことで、主観雑種が避けられ種としての独立性を保っている。この夏季の遅さにより、山では、 他の植物の葉の展開に紛れて霞桜の開花が目立たない。これが本種が花見であまり利用されてこなかった原因と考えられている。日本では霊温帯を中心に北海道から九州北部にかけて広範囲に分布しており、朝鮮半島や中国にも分布している。山桜よりも標高の高い位置に生えている場合が多いが分布域は重なりがちで、 本州中部においては分布域の標高下部で山桜の分布と重なる。個体ごとの形態に変異が大きいため本州の分類には長年混乱があった。日本では明治時代に毛山桜と呼ばれ山桜の毛のある変異個体程度にしか認識されておらず、その後も現在では霞桜として一つに分類される霞桜、毛山桜、 朝鮮山桜を異なる種として扱っていた時期があった。逆に、欧米の一部では現在でも、霞桜が山桜や大島桜と同一種として扱われる場合もある。山桜、大山桜、霞桜、大島、ギギのある寒飛桜も含めると11種。ありがとうございます。